今日はあの藤沢で、イノベーションコースト構想の危険性というテーマでお話をさせていただきました。あの皆さん、ね、非常にあの身を乗り出してあの聞いてくださったんですけれども、あのほとんどの方はあのイノベーションコースト構想の、まあ、実態についてあのご存じないということが改めて分かりました。あの原発事故からの復興政策ということであの進められているイノベーションコースト構想なんですけれども、実はあの今この、まあ、対中戦争準備がどんどん進められておりますけれども、あのそういったものと一体化してきているということがですね、非常にあの皆さん衝撃をあの受けられたと思います。あのぜひですね、あのアーカイブ動画をご覧いただきまして、福島で今起きていることについて関心を持ってあの注目していただければと思います。ありがとうございます。こんにちは。今日はあのイノベーションコースト構想を監視する会の和田中子さんをお呼びしてあのお話を聞きました。私は佐藤芳と申します。和田さんのお話を聞いて、その軍事に結びつく産業をがどんどん進んでいるという、あの核兵器を搭載したドローンがあの福島で研究開発されたドローンが戦争の国に飛んでいくのももうあながち想定外ではないかもしれないという危機感を持ちました。あのやはり福島の復興に興味を持ち続けて自分に何ができるかを考え続けていきたいと思います。皆さんもよろしくお願いします。